そりゃそうですよ、お金がないから稼いで、それで里にいる祭司に送るっていうんですか、そういうようなことで、ね、自分たちが置かれているそういう差別っていうんですか、そういうものにあえて甘えてる、甘えたらおかしいですけどね、そういうことをやってるわけなんですね。まあそういう状況で、でアレクシエービチは書いてますね、彼らはどうかと言いますと、やっぱりロシア人ね、彼らのその発言の内容を聞き語りで書いてるわけね。でロシア人はその自分が白いね、肌が白いってことね、肌が白いことを証明するために俺たちが必要なんだと。要するにだからウズベキスタン人とかそのカザフとかなんかみんなちょっと日本人のこういう肌の色とか、あるいはちょっと浅黒いとかね、そういう感じなんですね。だから白いものを、自分たちが白いことをことさらね、その宣伝したいがためにね、俺たちのそういうね、顔っていうか皮膚の色が必要なんだと、俺たちのそういう存在が必要なんだろうというふうなことを言ってるような人もいます。で大体のロシア人の認識っていうのはどういうのかっていいますと、白というのは白じゃなくて、皆さんはいろんな国に行くでしょ、いろんな文学やってるわけですから、いろんなとこ行くでしょうけども、どういう認識をお持ちですか。例えばどういうふうにイエローなんて思ってるんですか、どういうふうに思ってらっしゃるか知りませんけども、ロシアではですね、日本人とか中国人や朝鮮人みんなそうですが、ロシアではスムーグリっていうんですね、スムーグリね、その要するにちょっとこう色が白くないっていうね、浅黒に近いようなスムーグリね、リュージと、スムーグリリュージというふうに言いますね。だから決してこの、なんていうか、日本人はなんかアメリカ人と同じように私たちはなんか西洋の文明のあれだってとんでもないんですよ、そうでないんです、世界的なそういう認識ではね。だからそういうことがロシアではですね、昔はソビエト時代にはそういうことは一切なかったんですよ、はっきり言ってあったかもわからないけど、そういうことは出さなかったんですね。だけど今は非常にもうパーッとこうそういう人種差別まではいきませんけども、そういうことをボン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 表に出してですね、やると言ったりなんかして、この恥ずかしめるというふうなことが露骨に、やられているというわけね。例えば中国人の中でも、中国人もそうですけども、あとウラジオストックと、それからそのあそこヘイハーって言うんですね、アムル川のヘイハーって言うんですけども、そこのところのアムル川のところとウラジオストック、あるいはブラゴベシチェンスですか、そことの距離っていうのはすごく短いんですね。船で20分ぐらいで行っちゃうんですよ。私も行きましたけども、ブラゴベシチェンスですともう船で20分ですね。そうするとヘイハーってのはあっちの方に対岸に行くわけですね。ともそういうような近さですと、やっぱりこう中国人もどん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 来るわけね。でロシア人も行ったりなんかするわけですけども、ロシア人は今度は今は違いますけども、5、6年前は買い物ですね。中国は非常に物が安いから、いっぱい買いたい、ね、それでバスで何台も連ねて行って、中国の物をいっぱい買って戻ってくるというふうなことをやりますね。それから今度はブラグシチェンスクの時には、兵法から来た中国人が今度はあそこブラグシチェンスクのところに住み着いちゃうんですね。どん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 こう中国人がこうロシアの方に入ってきてですね、で中華料理店いっぱい作ってですね、そこでいろいろとね、商売繁盛、非常に中国人は商売が上手ですからね、ロシア人なんか全然ダメですね、もう働かない、もう全然。だから中国人が言うんですね、どうしてロシア人は働かないのっていうのね、余計な話ですけどね、要するに要するになんか私たちがね、3、4日でできるのは彼らは10日ぐらいかかるのよって、変だねっていうのね。で、あれじゃお金が儲からない当たり前だよって言うんですよ。そのくらいロシア人はなんかタランタランしてるわけですよ。だからロシア人は中国人はかなわないんだわけ、そういう商業的なね、そういうあれではね、かなわないです。だけど入ってくる中国人、ブラグベシンスクに入ってくるのは非常に勤勉で、いろいろと料理もうまくてですね、中華料理店もボンボン作っちゃうんですね。余計な話ですけど今ね、これもアレクシエフと関係ないですが、だからすごいですよ、いっぱい中華料理店があって、そこでなんていうの、ロシア人はね大乱闘するわけよ、中国人と。なんかあんたたちどうして人の国に入ってきて、なんで儲けんのとかなんかね、やっててガガガやったりな、そういうような非常に密接なね関係がありまして、
まあ話がねちょっと横道にそれましたけども、うん、そういう、あれですね、要するに いろんなそのソビエト時代のそういう共和国がですね崩れていって、いろんな人が入っていって、そういう生活が非常に多岐を極めて、彼らはそういう差別をされてたというふうなことですね。それを、描いてると。それからもう一つはですね、これはちょっとまあ皆さんにあまり興味ないかも分かりません、まあ、女性は興味あるかも分かりませんが、これはもうすごいね、ものすごいなんか女性でもね、ものすごいなんかエネルギッシュな女性が出てくるんですね。これはすごいですよ。どういうのかっていうと、要するにこのあれどっかちゃん、要するにあれですね、この第一部の女性っていうのはみんなしとれたようなね、あれでもう死ぬ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 っていう、もしいかがなもんだ、こういう女はどうかなと思うんですけど、第2部のところに出てくる女性はですね、そのなんていうかのね、お金とセックスの女はね、それからあとは三連式のショットガンだって言ってガーって言うわけですよ。で、なんていうかキャリアとね、金のある男をね、私はハントするんだって言うね。これはなんていうか広告マネージャーの35歳の女なんですけどね。でキャリアと金のあるってことは、金のあるってことはどういうことかっていうと、成功しているね、お金の男の全体像を金のあるっていうことで彼女は象徴してるわけ。このなんかいろんな事業とかなんか成功しているというわけね。で大体もういろいろとおしなべてね、男は腰抜けだってわけね。で強いのは女の方なんだよってわけね。でこのだから自分はあまりそういう男たちの無駄な時間使いたくないと、だから私は孤独でいる方がいいんだわよというようなことをガーッとこう言う、すごい女なんです。でこれはね非常に面白いんですけども、中国なんかの上海なんかもそうですね、すごい女性が強権っていうかトップはみんな女ですよ。すごいガガッと働くっていうかね。でこういう新しいタイプの女性が出てきてるわけね。でこれはやっぱりなんていうかアレクシエービチは自分が女性ですからね、だから非常にそういうところに目が行くというかね、いうことです。で例えばそのインタビューね、彼女はよくでロシアウスカヤガゼータって言うんですか、そこにインタビューのあれがよくいろんな記事いっぱい私も集めましたけど、そこを読んでますとね、やっぱりその皆さんのお手元にある戦争は女の顔をしてないっていうね、それは第一作なんですが、それはやっぱり女性でなければ書けない作品ですね、オーチャルですね。それは何かって言ったら、男では絶対書けないんですよ。男は言わないし語らない。だけど女性はそういう目を持ってね見てる。で非常に細部、非常にきつい仕事を女性が男と同等に、ね、男女平等っていうことを言われてるわけだから、女だって国家にね自分の命を捧げるんだと。じゃあ女だからなんか後ずさりってことはできないんですね。だからじゃ あ男と同等にということは非常にきついっていうかね、ある意味ではね生理が止まっちゃったような女性いっぱいいるわけですね、その戦場に出てってね、そういうのある。で戻ってくると今度はそのあの女はね、なんていうか戦場で男と一緒に戦ってた、そういうのを誰が嫁にするもんかっていうふうになっちゃうんですよね。だから全然結婚相手が見つからないで、その生涯ねひっそり暮らして死んでいくような、そういうだからあたかもなんか栄養素みたいにもらうかってそうじゃないんですね。男はなんかいろいろと栄養素もらうんですよ。だけど女はなんかこの脇っていうかね、そういうあれで過ごしていってしょぼしょぼしょぼっと死んでいってしまうというふうなことがいっぱいあって、そこをですねアレクシエービチは非常に一つ一つ丁寧にね救って救い救い救ってこの文学作品として書いてるということで、これはもう彼女でなければ書けないというか、男性のっていう、例えばパストフスキーなんかは従軍記者でもってね昔行きました。それからスターリン時代にいろんな従軍記者いましたけど、それはみんな忙しく戦ったよね、こうやもうすごい戦功があったとかいうことでだけであってですね、そういうその女性の立場っていうんですか、そういうものは一切オミットですね。だけどアレクシエービチはそこら辺を非常にすくい上げてですね綿密に描いてると。でこの作品はですね、戦争は女の顔をしないっていうのは今度発表したらもうみんな何ロシア人は
見向きもしないっていうかね、嫌がってっていうかね、ソビエト時代のな、なんてこんなのっていうようなことで、ポンされたみたいですね、はっきり。今は知りませんけどね、だからそういうのです。だからまあ普通このアレクシエヴィチというのは、まあロシア文学とのロシア文学って言ったりかな、そういう伝統の中では、まあ、まともな批評っていうんですか、あまり見受けられませんね。要するにインタビューはいろいろと受けるわけですね、インタビューはであるんですけども、それを総括的に評価するというか、そういうものはあまり見当たらないと、まあ、残念ながらですね、見当たらない。でむしろその何ですか、向こうのスウェーデンの方のですね、科学アカデミーですかの方がですね、それを見てると。しかし私は非常にそれに対して疑いの目を持ってますね。なぜじゃあそういうスウェーデンでね、そういう素晴らしいと言われてるようなアカデミー賞をねもらったかというと、やっぱりなんかこれはその背後にね、政治的な何かがあるんじゃないかっていうふうにすぐにそうに思ってしまうんですね。例えばその変なアメリカのフォーク新何フォーク知ってらっしゃる、ボブリアン、あボブリアンとかね、もうなんかちょっと怪しいんですよね、はっきり言ったらね、怪しいっていうか、そういうようなことがあって、まあこれはですね、もっといろいろと精査しなければ いけませんけれども、まあ、そういうことで、まあ彼女の微妙な立場っていうのもあるでしょうからね、あるんですけども、まあそういうわけです。でですね、最初に私は忖度はしない方がいいというふうに、またそこに戻ってきますけども、要するにこの皆様方のお手元にもありますけれども、何ですかザビスキね、サウチャスニカってあるんですけども、要するに、一緒にね、何ですかこの共謀何ですか共謀者のね、そういうザビスキね、の覚書ですね、共謀者といったらちょっと悪いですけども、そういう共犯者ですか、共犯者の覚書というふうに言ってもいいですね。これは加担じゃないんです、はっきり言ったら。さあですから一緒にやるんですからね、スというのはもうロシア語でそういうあれ、窃盗時ですから、サウチャスニカですから、共犯者ですね、共犯者の覚書というふうなことを一番その何か作品の前にね書いてるんですね、彼女はね。そういうで、まあ、でそこと、それから最初に私が申し上げたあれですね、要するにこの共謀して忖度するなっていうことですか、それとはちょっとこの結びついていくわけですけども、英語ではカンプリツィってね、カンプリツィって言いますよ、要するに共謀共託一緒にしたっていうようなことですね、で、それがなんていうか、カウリューディングですか、コウっていうのはラテン語から来てるらしいんですが、リューでね、遊ぶっていうとか、一緒にこうちょっと遊んでやるとか、そういうところが語源的にはそういうなんですけど、カンプリシティね、カンプリシティですね、共謀したというようなことで、それはですね、やっぱりこのここに出てくるこの話ですか、共犯者の覚書っていうんですか、一番最初に出てくるダビッド・ルセとですね、それからフィオドル・スチェーブですか、その文章で結局はね、そういうふうになんか非常に被害者面してるね、ソビエト時代には大変でこうでああでああだとかって言ってたけども、それに参画してるっていうのはやっぱり普通の一般人も参加してるわけでしょというわけですね。だからそこら辺をですね、やっぱりもう少しですね、よく考えて、この自分たちがどういうふうに置かれた立場になっていったのかってことをよく重々ね、思慮しなければならないというわけですね。で、カンプリシティね、こういうこのロシア語で言ったら何ですか、プレッドパラジッチですか、プレッドパラジッチですね、この前もっていろいろとこの考えて、あれこれね、いろんな周囲のことを考えて、もう終わりですからねもうすぐちゃんと聞き合いますよ、であれこれこう考えてやるっていうことね、そういうおもんばかりっていうんですか、
そういうことをやっぱりなんかソビエト人民やっちゃったようですね、はっきりずっと見てるとね。だからある議会でもって、このいろんな共産党の幹部が講演すると、それをなんか虚しいねと思って聞いてるような聴衆ね、その聴衆が変な顔をしてると、その共産党の幹部はですね、その聴衆の虚しさっていうものをよく分かってるっていうかね、そういうような関係っていうか、両方はもう共謀してるというね、そういう関係があるんだというふうなことですね。だから共謀関係というのはですね、やっぱり日本でもそうですね、皆さん私も含めてそうかもわからないんですけども、例えば沖縄でもってね、校舎がアメリカの割にボーンってやられたと、全然静かじゃないですか、もっとガンガンやるべきなんですよ。だからそれやらないですね。でそれはもうなんかやっぱりいろんなことを忖度するわけね、だからちょっとやっぱりこういうのまずいんじゃないのっていうので、ちょっと引くというかね、そういうことですね。だからアメリカでもなんか今すごくあれですね、ハリウッドでね、セクハラいっぱいこうガン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 起きてると。そうするとその何ですか、アメリカのその、サタデーナイトフィーバーじゃないですけど、土曜の夜のね、お楽しみ番組で、なんかすごいドレス着た女性がですね、オーガンジーのドレス着た女性がイヴァンカのね役割でもって出てきて、それでこの香水をなんかの宣伝するような、これは偽のそういう一つの宣伝文句ですけども、そういう時にね、イヴァンカとそれからプーチンじゃなかったほら、お父さんね、イヴァンカとそれからトランプですか、そういう関係はイヴァンカがいろんなこの力を行使すればできるはずなんだけど、それがやっぱり行使してないと。要するにハリウッドの、その何ですか、そういう女性たちの置かれた立場っていうんですか、そういうものを放置しているようなね、そういう感覚っていうのはやっぱりそれはもう、ですね、止められるのにね、実はそうしようとしないっていうか、悪いと知りながら全て止められないような消極的な凶暴とね、いうふうになるわけですよ。でそれはとりもなおさらず日本人だから非常にアメリカ人よりもっと凶暴的なところありますね、はっきり私も含めてね、皆さんのことを責めてるんじゃないですよ、私も含めてそうですよ、はっきり、こういうところをおもんばかる、でちょっと引いてとかね、ちょっとこういう考えてとか、そういうこともあってですね、非常に、そこら辺は残念というかね。だからソビエト時代もそうです、いろんなことの積み重なりですね、だから軍隊があってすごいじゃないかとかなんか言いますけども、いろんな積み重ねがあってですね、そういうふうな状況とです。それからもう一つね、最後に言いますけども、もう一つはあれですね、歴史というものはやっぱりね、アレクシエービッチみたいにそういう固定的に考えない方がいいですね。もっといろいろとこう変わって変遷していくわけですから、じゃあ社会主義はこれ一回本当にこの人類で初めての実験ですね、じゃあこれで最後なのかって言ったら、それは分かりませんよ、将来どうなるか分からないんですよ。だからそういう固定的に考えない方がよろしいというふうなことですね。そういうことを私は最後に申し上げたいです。はい、以上です。どうもありがとうございました。